改めまして、イブサンローランボーテジャパンアンバサダーのローラさんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。<laughs> アンバサダーのローラです。えっと素敵な会場に、えっと。来ることができて、とっても嬉しいです。<laughs> ありがとうございます。はいさあ。ローラさん、本日はイブサンローラの素敵なメイクでご登場いただきました。はい、メイクのポイントを教えていただけますか。えっと少しダークな、あのー。 濃い茶色をスッと塗ったところにこの真ん中にゴールドのシャドウをフォフォフォッとのせて今回の香水のゴールドのカラーと合うようにしたのそしてこのリップこのリップは唇の色になじむルージュボルペテシャインといって161の私のお気に入りの色をつけたのローラさんにとって自由とはどういったことでしょうか今のの私にとってては、えー、と自分の直感を信じて いろんなことが周りに言われても、うん、私はこれを信じてあのやっていくぞっていうこの強い気持ち、うん、と,あとやっぱりたくさん周りの人に支えられているからありがとうというこの気持ちが大きくなればなるほどななんか自自分も自由にるる感じがすローラさんもファッションでそういったま男性のようなものと女性のようなものといったバランスの演出をされることってありますか、うん、あるお うん、あの男性が履くようなちょっとスーツのデザインの,あのズボンがすごい好きで少し男性っぽいけどそこにちょっとヒールを足してみたりなんかメンズとレディースをちょっとミックスしたようなファッションがすごく好きなの<あ>デニムを履いてちょっとスニーカーだけどトップスは少し女性らしくピタッとさせたり、あのー、そんな感じ。<laughs>